私はその力をさらに完璧へと近づけたい。君たちの死ならば奇跡など二度と起こらぬよう軌道で微塵に押し潰すだけだ。やがり否定ししびれ瞬き眠りを妨げる。破壊する鉄の王女、絶えず自戒する泥の人形、結合せよ、反発せよ、地に満ち己の無力を知れ。魔導の90黒棺貴様の方こそ分かっていない。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。ええ、全てが終わるでしょう。あなたにはここで死んでもらいます。なんという力だ。エドワード・エルリックがオートメールをつけているのも当然だな。誇らしいぞ雫。お前ならば代表の座は固いだろう。気を抜かずにやりなさい。会いたかったよマイハニー。あなたのための一夜です。きらめき。お前が言うようにあれはホムラ人だ。中には250年前の大災害からさまよってるのも。さあな、少なくとも俺は嫁へのプレゼントは1ヶ月前に買いそろえ。あなたに神のご加護がありますように。苦しい時の神だ。そうだ、エトワールの出現を予言して以来ずっと沈黙していた石板が突然反応を示したんだ。理屈倒れのシュターデンに机上の空論呼ばわりとはな。ではやはりマイナスのマイナスはプラスかもしれんぞ。おおよその位置は特定できたはずだ。問題はない。必ず西と東の王があなた様に最高の御膳を用意してくれましたよ。態度は三流だが演奏は一流だからな。ま、他に人がいないし。分かっていないのはお前だ。お前は荒れの身に起きた現実すら受け入れていない。心の奥では分かっている。君の望みはルッツの生活環境を改善すること。家族と和解できれば一番いいが、弁護と養子縁組するという解決策もあると考え、死してこの世に生まれ落ち200という4年、下脱も救済も欲することかなわぬまま。私が死ぬにはまだ時間がかかる。ジョースターども3人をこれからやる。必ず仕留めてくれよ。この時のために慎重に事を進めてきたのだ。マクギリスとボードウィン家を縁組させ、私の愛娘を勝手に連れ出した上にその物言いはないんじゃないか。お前なら一人でもやっていけるだろう。いずれ聖杯は現れるね。浅野君、負けたというのになぜ君は死ぬ寸前まで悔しがってない。